はい、じゃあ3番ですね、やっていきましょう。ですね、3番は、どういう問題かと言いますと、まあ、京大のですね、2008年度の問題ですね。まあ、実数 A として、まあ、A を実数としてで、方程式 x2 乗プラス ax プラス1と、3x2乗プラス ax マイナス3、まあ、括弧してイコール0という、まあ、4次方程式があって、これを満たすですね、x の、個数はいくつかと、で A の値によって分類しなさいという問題ですね。はい、でですね、ちょっと、まあ、式書いておきますと、4次方程式が与えられてますよね。はい、x2 乗プラス ax プラス1と。はい、そして 3x の2乗プラス ax、マイナス3かな。はい、イコール0と。はい、いう式が与えられているわけですよね。はい、で、まあですね、ちょっと、色分けをしておきますと、はい、よいしょ。まあ、こういうふうにですね、4次方程式があらかじめですね、因数分解された形で今回ね、与えられているわけですよね。で、じゃあ、ここからね、どう考えていくか、いくかという話になってくるわけですけれども、はい、今回、まず、4次方程式をこのまま扱っていいのか、ね、っていう話になるわけですけれども、はい、これ展開して何かなるかっていうと、まあ、展開しても、まあ、どうなるのかな、これ。3x の4乗、プラス、まあ、4ax の2乗、あ、3乗かな、みたいな感じになって、別にですね、特に、まあ、逆にですね、ちょっと扱いづらくなる感じですよね。はい。で、しかも今回問題文で、あらかじめ因数分解されてるよ。ね。っていうんであれば、このまま因数分解されたままをね、利用した方が、ね、問題を解きやすくなるというか、まあね、これ自体がまあね、式の形っていうのが誘導になってるよ、という問題になってきますから、まあそこをですね、うまく感じ取ってあげると、今回、この2つの式がかけられてるわけですよね。この2つの式がかけられてると。はい。いうことですかな。はい。この式っていうのは、どっちでどういう風に変形できるかといえば、もちろん、はい、かけられてるわけなんだから、で、それが、はい、イコール0ですよ、つってるわけなんだから、はい、x2 乗プラス ax プラス1イコール0。または、3x の2乗プラス ax マイナス3イコール0と。はい、いう風になるわけですよね。はい、この部分は問題ないでしょう。はい、とすると今回ですね、まあこれをですね、満たす x のね、個数はね、何個かね、それを a の値によって分類しなさいという問題になってるわけですけれども、今回この2つの二次方程式として考えてあげましょうね、という風に今度なったわけですよね。まあ1、2としておきますけれども。はい。この二つの二次方程式で考えてあげる。そして、実数 x の個数って言ってるわけでしょ。じゃあ実数 x って何なのかって言ったら、もちろん、この二次方程式の解ですよね。ですから、今回、この二つの二次方程式の解の個数は何個なの？ね、そういうふうに言ってるわけですね。はい。ですから、今回の問題文、ね、実数 x の個数は何個か、ね、と聞いてるわけですけれども、実数 x の個数っていうのは、今回何を求めてあげればいいのかっつったら、はい、丸一番の二次方程式のか、ね、解ですよね。実数 x っていうのは、まあ、これ二次方程式普通に解いたら、まあ、x イコール、ね、なんたら、ね、ね、と、まあ、なんたら、ね、っていう風になってくるわけなんだから、この実数 x っていうのは、要はこの二次方程式2つの解なわけでしょ。はい。ですから今回何を数えるのかって言ったら、実数 x の個数っていうのを数えるんだけど、それっていうのは、はい、丸1の、だからまあこの二次方程式の解ですよね。つまり解の個数なんだよということね。解の個数ですよ。解の個数だよと。はい、いうことをですね、まずね、
捉えてほしいなということですね。で、まあ、これがね、まあ、この問題解く上での第一歩ということになってくるわけですね。で、じゃあ今回ですね、解の個数を考えようってなると、じゃあ解の個数、まあ、解っていう、今書いちゃったけど、ちょっとごめんなさいね、これ。ちょっと消させて。実数 x って言った方が、実数解の個数だよね。虚数解はダメですから、これ実数解の個数だね。ごめんね。実数解の個数ですね。ごめんなさいね。実数 x の個数っていうのはこの実数解の個数ですよ。ね。はい。っていうふうに捉えるのが最初の一歩でしょう。ね。で、その上でですね、この2つの二次方程式の実数解の個数を考える。じゃあ実数解の個数を考えるって言ったら、皆さん何を思い浮かべるかって言ったら、もちろん、はい、実数解の個数を考えると、はい、言ってるわけですから、もちろん思い浮かべるものは判別式ですよね。はい、ですから2つの二次方程式の判別式を考えて実数解の個数を考えてあげればいいんじゃないか。ね。判別式を考えようと。はい、いうふうな、ね、発想に至るかなと、はい、いうことですね。で、じゃあ実際にちょっと実数解の個数を考えてみようってなるわけなんだけれども、じゃあちょっと考えてみましょうか。で、まあこれ答案じゃないんで、まだか、答案ではないということで、まあ、この丸一番のですね、二次方程式の判別式 D を、まあね、判別式をまあ D1 としておくと、判別式 D1 っていうのは、A の2乗マイナス4ですよね。そして、丸二番の方も同様に D2 と判別式をしておけば、はい、A の2乗で、マイナス 4×3×マイナス3ですから、どうなる？プラス36ですね。プラス36ね。はい、ここでまず分かりますよね。はい、丸2番の方っていうのは、はい、判別式が正ですよっていうことは、丸2番っていうのはね、異なる実数解を持つわけなんだから2個ね、実数解を持ちますよっていうふうなことがまず分かるわけですよね。はい。まず2個ですよと。ね。で、まあこれ答案じゃないんでね。まだ、正式な答案ね、次の動画で作っていきますのでね。はい。で、こっち側は、まあもちろん A の値によって、ね、まあ実数解の個数っていうのは違ってくるんですよと、まあ、いうことになるわけですよね。で、まあちょっと書けば、これが、まあ正の場合。はい。つまり、A の値っていうのが、マイナス2よりも小さい。はい、または2よりもでかいよ。つったら、ね、キー、もちろん2個だし、はい、同じように、これイコール0になるとき。つまり、A イコール、裏マイ2のときっていうのは、10回持って1個だよ。ね。はい、そして、マイナス2から A っていうのが、2のときっていうのは、はい、もちろん0個だよと。はい、いうふうにですね、まあわかりますよね。はい。判別式からね、はい、2個、1個、0個と。で、まあこっち側は A の値によって変わるよ。ね。こっち側はまあ A の値に限らずね、まあ実数解、異なる実数解を持ちますよと。はい。はい、いうところまでですね、今わかったわけですよね。はい。じゃあ、これわかったんだったらもう簡単じゃんと。ね。はい、ここ合わせれば、4個とね。この A がこの範囲にあるときには4個ですよ。ね。あ、そして、ね、1個2個で足して3個。ね。0個2個なんだから、はい、2個ですね。ね。はい。こういうふうにね、まあ、考えて答案作ればいいんじゃないかってなるんですけど、これダメなんですね。はい、これダメですよ。とね。はい。じゃあなぜダメなのか。ね。なぜダメなのかっていうと、今回ですね、ちょっとじゃあまだわからない人は、今からもう少しね、簡単な例を示しますから、はい、例の方でですね、ちょっと確認をしましょうね。はい、そうすると、まあ、同じような設定だと思って、この赤と青が、例えば、x の2乗マイナス 4x プラス3イコール0とね。で、x2 乗。はい、もう一つが、x2 乗。
マイナス 6x プラス5イコール0と、まあ、いうふうになったんじゃないかとね。まあ、この赤の部分がまあこっちで、青の部分がこっちというふうにね、まあ、考えてくれればいいんだけども、まあ、そういうふうなね、二次方程式の解の個数を考えてみましょうと。まあ、実数解の個数を考えてみましょうって言ったら、まあ、普通にやればですね、これ別に因数分解すればいいんですね。因数分解すると、x-1x-3 ですから、はい、こっち側も因数分解すると、はい、x-1x-5 はい、イコール0ですねと、はい、なって、従って解っていうのは x イコール1と3とね、はい、従って x イコール1と5と、はい、なりますよ。で、これはまあいいんだけど、今回みたいな判別式を考えるっていう方法でちょっとやってみるとどうなるかっていうとね、はい、こっち側の判別式、まあ、4分の D でいいでしょう。4分の D で考えていくと、まあ、D1 としておくけど、はい、そうするとどうなる？2人が 4-3 イコール1かな。はい、だから正ですね。はい、従って2個持ちますよ。ってなりますよね。はい、異なる実数解2個持ちますよ。ね。はい、そしてこっちが x2 乗マイナス 6x プラス5の方ね。はい、こっちがまあ4分の D でまたね。はい、判別式4分の D2 としておくと、9-5 イコール4で正ですよ。はい、従って2個ですね。だからこの実数解を判別式で考えたらいいでしょ。はい、そうするとまあこれ4個になるわけですよね。はい、だけど実際にはどうかっつったら、これ因数分解した結果から分かる通り、これ x イコール1はどっちにもあるわけでしょ。はい、だからこれ3個だよね。正しい答えは3個でしょ。はい、でこれ違うわけですよ。つまり今回判別式だけで考えていくと、実は実際のね、今回みたいなね、例で用いたような、場合ですね、はい、実際の実数解の個数とは合わなくなってしまう。じゃあなぜ合わないのかって言ったら、ここですよね。はい、ここの x=1、 つまり共通解があるから今回ね、合わないわけでしょ。はい、共通解があるからこっちがね、解の個数っていうのは正確には3個だよ。ね、でも、実数解、判別式で考えた場合にはね、異なる実数解どっちも持つよって4個。で、これはダメですよ。ね。はい、ですから、今回の問題も同じで、こういうふうに実数解を、の個数っていうのを判別式だけで考えるんじゃなくて、はい、この共通解があるパターン、ね、これを考慮しないといけないよと、はい、いうことになってくるわけですね。じゃあ、こっち側ちょっと消しちゃいますけれども、はい、今回の問題っていうのは、判別式だけで個数考えるんじゃなくて、 A の値によっては共通解を持つ場合があるよ。はい、つまりどうすればいいのかというと、はい、共通解を持つ場合、場合っていうのも考慮しないといけないよと、場合を、考慮しましょうと。いうことですね。はい、ですからね、今回ね、実はテーマとしてはこの共通解ね、これをやっていきます。はい、ですからちょっとね、共通解のね、問題の解法っていうのを一つね、ここでまとめておきましょう。はい、じゃあどうしようかな。ここ、メモ取ってもらって一旦消しちゃいます。はい、今回は共通解をね、考慮に入れないとダメですよということで、はい、じゃあね、共通解の話ね。はい、ということで、はい、で共通解の問題の、まあ、解法ですね、基本的な解法を少しねまとめておきましょう。はい、で、丸1番ね、まず何するのかっていうと、まあ、二次方程式であれ、三次方程式であれ、まずね、共通解を置いてあげましょう。はい、共通解を、まあ、α とか、またはね、まあ、A があると、まあ、α と、ちょっと区別するのめんどくさいですから、P と置いてあげましょう。ね。まあ、α とか、まあ、またはね、は、まあ、P とね。
はい、まずは共通解を置いてあげましょう。ね、何でなのかっていうと、まあ、普通のね、解と区別をしてあげるよということですね。で、共通解アルファと置いた上に、その後、まあ、共通解ね、っていうことは、まあ、2つか、まあね、それ以上かもしれませんけれども、複数のね、方程式の解が同じだよってことなんだから、その2つの方程式を連立方程式とみなしてあげて、実数を下げる。2つの式から実数を下げる、または、はい、文字を消去してあげようということですね。はい、この2つね、実数を下げるか文字を消去するっていうことをですね、念頭に置いて、式変形をしてあげるよという流れになってくるわけですね。はい。で、その次にですね、やること。まあ、最後ですね、共通解が、ね、まあ、なんか求まったよとね。まあ、アルファイコールなんちゃらとね。なんか共通解が求まりましたよって言ったら、その後することっていうのは、ね。はい、ね。のように、まあ、共通解をね、求めましたよと、ね。たら、その後どうするのかっていうと、その上で、まあね、元の、方程式に、代入をして、で、実際に共通解を持つのかっていうのを確かめる必要があるんですね。元の方程式に代入してというかは、求めたらその後で、まあ、共通解が本当に共通解を持つのかね。となっているのかを確認しようということですね。で、まあ、なぜですね、この確認が必要なのかっていうのはですね、ちょっとね、まあ問題の中でね、触れていきます。はい。この共通解のね、解法ですね。まずは、イコール、x イコールとかね、アルファとか p と置きましょう。そして、実数を下げる、または文字を消去する、ね、どっちかの発想を持って式変形をして。で、実際に求まったら、それが本当に共通解になっているのかを確認する。という流れですね。これを一つね、覚えておきましょう。はい。はい、いいかな。で、じゃあちょっとですね、まあ、式変形のところだけね、ちょっと例題をやってみましょう。はい、EX ね。例えば、まあですね、X3 乗、マイナス KX の2乗、マイナス1、0と、X3 乗、プラス KX-1。ね、はい、これの共通解を考えましょう。ね、はい、こういう問題があったとしてください。じゃあこれね、どういった感じで解き進めていくのかっていうのをですね、この、まとめた部分をもとにですね、考えていくと、はい、まずは共通解を置くんでしたよね。はい、ですから、はい、共通解を、はい、x イコールアルファと、よとね。はい、これが丸一番ですね。いいかな。で、じゃあ置くと、この式っていうのはどうなるかっつうと、アルファの3乗マイナス k アルファの2乗引く1、0。まあ、x にアルファ代入しただけだからね。アルファ3乗プラス k アルファ引く1イコール0と。はい、なるわけでしょ。で、この後どうするっつったら、丸二番。実数を下げるか文字を消去するよって発想で式変形をしてあげる。じゃあどうしようかって言ったら、今回こうですね。はい、アルファの3乗ね、これが消えてくれればね、2乗ですか、二次式になって実数が下がるわけでしょ。はい、ですからこれアルファ3乗消してあげれば
うまくいきそうですよね。はい、ですから引いてあげましょう。はい、したがって、まあ、ちょっと丸1丸2としておくと、今回、次数を下げるために丸1引く丸2をしましょうとね。これが丸2番の方ですね。手順ね。で、引き算をしてあげて、式変形というかね、今マイナスとかの調整をしてあげるとどうなるのかというと、KP プラス P プラス1イコール0と、ああいうふうになって、まあね、これならあとは従ってこの式っていうのは K イコール0または P イコール0または、はい、P プラス1イコール0ですから、はい、P イコールマイナス、はい、1というふうになって、それぞれの場合共通解を持つんですかっていうのをね、考えていけばいいわけでしょ。はい、ですから、ね、この手順ですね、実数を下げるか文字を消去する、この2つを考えて変形をするということをですね、1つ頭に入れておきましょう。はい、でですね、今回のね、考え方だとかね、手順っていうのはね、以上で説明終わりますから、まあ、これをもとにですね、次の動画では答案をね、作っていきましょう。はい、じゃあですね、前半終わりにします。